ああ、俺も悪かったよ。その、見慣れない顔立ちだと思ったな。つい、すまない。とても綺麗な黒髪だ。どうも。だよりお前、髪長すぎやしねえか。立体軌道の訓練で事故になるかもしれんぞ。わかった、切ろう。でも、どのあたりまで切るべきだろう。おい、お前、何人の服で何拭ったんだお前。人との信頼だ。やめなさい。ふざけんなよてめえ。話せよ、破けちゃうだろうが。服なんてどうでもいいだろうが。羨ましい。はあ、何言ってんだ。やめろよ。上官が来た。巨人に掴まれたんだからまだ動いちゃダメだよ。止めたのに効かねえんだ。さっきなんて腹筋してたからな。てめえ何覗いてんだ。ミカさん、野生動物じゃないんだから。そんなクソ野郎を俺は寝たんだ。かっこよかったから。死ぬほどムカつくことだから。なんだよ。やめなさい。何？あ、すまない。とても綺麗な黒髪。エレン、爪襟が外れてる。お前の弟や子供じゃねえぞ。ふざけんなよ、羨ましい。はあ、話せよ。そんなに強く引っ張ったら制服が破けちゃうだろうか。髪長すぎやしねえか。立体軌道の訓練で事故になるかもしれんぞ。わかった、切ろう。ふざけんなよ、羨ましい。はあ、離せよ。服が破けちゃうだろ。うわあ、ミカさん、下ろせよ。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。まあ、ジャンも落ち着いて。やめなさい。すまん、めんどくせえ。うわあ、下ろせ。またそうやってミカさんにおんぶに抱っこだ。ジャン、そこまで生徒会長戦にかけてるのか。